こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です。今日の波動チャンネルでは、引き寄せが起きやすい人、引き寄せが起きにくい人というね、そんなお話をお伝えをしてきます。どういう人が引き寄せが起きやすいかとかね、それは引き寄せの波動的な解釈を見ていくと分かりやすくなりますので、引き寄せが起きやすい人、起きにくい人、それをその波動的な部分でちょっと解説をねしていこうかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。で、このチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり、幸せに豊かに生きたり、自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますので、よろしければチャンネル登録いただければと思います。で、この動画がですね、9月の17日の配信なんですけれども、実は9月16日にはスピチューバーのミコさんとの対談動画を YouTube でアップしています。で、ミコさんとの対談動画で、さらに、他ではお話ししていないお話をお聞きしてます。そちらはですね、1日1分開運ルーティーンの、新刊お礼動画、新刊お礼キャンペーンの方で、配信してます。その配信日が9月17日の19時に配信、公開させていただきますので、もちろんそれ以降にお申し込みいただく方も過去動画見れますのでね、それ以降にこの動画をご覧になられる方も見ることができますので、ぜひ昨日のミコさんとの YouTube の対談動画、それと新刊お礼キャンペーンの動画、ぜひそちらもご覧いただければと思います。で、新刊のお礼キャンペーンの方に関しては概要欄に貼り付けておりますので、ぜひそちらに、飛んでいただいて、キャンペーンにご参加いただくと、動画が届くようにねなっておりますのでね、ぜひご覧ください。で、そうそう、1日1分開運ルーティーンの方もぜひね、ご覧いただければと思います。いろいろなルーティーンを入れてますので、それら取り組んでいただくとおのずと開運してきますのでね、ぜひご覧ください。で、今日のお話ですね。今日のお話が、引き寄せが起きやすい人と起きにくい人というね、そんなお話になってます。で、そもそも引き寄せって何かっていうと、実は波動って、波動が低い、波動が高いってよく言いますが、波動って実は結構細かく分かれてるんですよね。で、上が高いだとして、1番の領域、2番の領域、3番、4番、5番の領域ね、それぞれ、あって、1番の中には1番に共鳴する現実、1番の波動に共鳴する人、1番の波動に共鳴する情報、1番の波動に共鳴するお店、1番の波動に共鳴する場所とかね、いろんなものが、ここにあるんです。で、2番には、2番に共鳴する現実、2番に共鳴する人、2番に共鳴する情報、そういったものがある。3番目には、3番目の現実、人、情報、場所、お店、それらがある。4番には同じものがある。4番には4番に共鳴するそれら。5番には5番に共鳴するそれら。っていうのがあって、それらが全部、波動によって分かれてるんですよね。で、今、例えば4番にいらっしゃる方は、4番にの波動に共鳴する現実を、現実のすべてだと思うんです。で、4番の波動に共鳴する人と出会うんです。で、4番の波動に共鳴する情報が入ってきてって言って、4番にいる人が1番の情報とか1番の現実、1番の人にアクセスすることっていうのは、4番にずっといる限りはないんですよね。で、引き寄せって何かっていうと、今4番の世界にあるもので、こんな人生がいいなとか、こういう人と出会いたいなとか、出会ってないから4番の人はそれを思うんですよね。で、そういう人とかそういう現実を引き寄せたかったら、その人や現実がある波動世界に自分の波動が変わればいいです。その現実やその人がいる世界っていうのが1番の波動の世界であるならば、今4番の自分を1番の波動に持ってくればいいっていうね、そういう、そうするとおのずと1番の人とも出会うし、1番の現実もやってくるっていうふうにね、なってるんです。で、単純に、波動の低い世界よりも波動の高い世界の方が感じる幸せ度や豊かさ度っていうのは上がりますので、必然的に波動が高くなれば幸せを感じる度合いや豊かさを感じる度合いというのも上がってくるんです。
で、これが引き寄せで、その世界にいると今までの自分は4番が当たり前だったんですけれども、波動が変わるとおのずとそういう人たちと出会いますので、そうするとあなんか引き寄せたって思うんですけど、本当はその波動世界に移行したっていうのが正しいところの波動的に見たと波動的に、解釈した時の正しい考え方なんですよね。で、引き寄せが起きやすい人、起きにくい人っていうので、まあ、いろんな条件があるんですが、今日お伝えしたいのは何かというと、引き寄せが起きにくい人って、自分にこだわるんですよね。自分にこだわる。自分の考え方とか、自分の価値観とか、自分のこれまでの経験っていうのを、にこだわるんですよ。で、いろんな話を聞いたり、いろんなアドバイスされて、いや、自分の場合はこれは違うとか、自分にはこれは当てはまらないとか、っていう。それとか、なかなか変わらない人って、腑に落ちることっていうのをすごく大切にしたりするんですよね。腑に落ちる。腑に落ちる情報、何かアドバイスされても、それはちょっと腑に落ちないなって思うものに関しては、いや、それは自分にはちょっと当てはまらないし、これは自分には必要ないしって言って自分っていうものにこだわる傾向があったりします。もちろん自分を大切にするって大事ですよ。自分を大切にして自分を最優先させてあげてっていうのが一番ベースとなる生き方なんですが、それができた上でのお話にはなるんですけれども。で、実は4番、今波動、4番の波動世界に行って、4番の波動世界の情報を自分たちはキャッチするようになってるんですけど、同じ波動のものって居心地がいいんですよね。同じ波動のものって波長が合うんですよね。で、一番の世界の情報を聞いたとき、一番の世界の人に会いに行って、アドバイスしてもらったときに、実は一番の世界の情報とか価値観って、四番の世界の人には居心地が良くない、波長が合わないんですよ。つまり、しっくり来なかったりするんです。腑に落ちなかったりするんです。なぜなら、波動が違うから。波動が違うものは違和感があります。波動が違うものは、しっくり来ないです。それを、どこまで、受け取れるか。だから、自分にこだわったりとか、腑に落ちる、しっくり来るを中心に、取捨選択していると、本当は一番の情報なんだけ、なんで、この一番の情報をキャッチして、それを取り入れていけば、一番に近づいていくんだけど、今の自分でしっくり来る情報とか、今の自分にしっくり来るアドバイスばかりを集めたり、受け入れたりして、しっくり来ないものを、スポイルしてしまうと、4番が続くっていうね。これが、引き寄せが1番に行かないので、自分の波動が1番にならないので、引き寄せが起こらないと。逆に引き寄せが起こる人って、もちろん自分を大切にする。当たり前なんです。さっきも言いましたが。自分を大切にする、自分を最優先させてあげるというのは当たり前なんで、それをするのはいいんだけど、自分が、なりたい、自分が実現したいことを実現している人にアドバイスを求めて、その人が言ってくれたことは、よくわからないし、しっくりは来ないんだけど受け入れる。っていうことをすると、4番から1番の方に移行していくんですよね。そうすると引き寄せが起きやすくなるんです。だから、自分にどこまでこだわるか、自分を大切にするっていうことと同じ、自分を大切にするっていうことと、プラスアルファで、今の自分の考え方を変える柔軟性を持つ。今の自分の考え方を変える、しっくり来ないけど波動の高い考え方に変える、柔軟性を持つということがすごく大事で、その柔軟性を持っている人が、引き寄せが起きやすくなるんですよね。実際僕も、いろんな、ね、素晴らしい方々にこれまでお会いさせていただきましたが、やっぱりですね、昔の方が特にですけれども、大事だよって言われてることが、そうなの?みたいなね、しっくり来ないことっていうのは結構あってね、でも、今思うと、それが正しかったなっていうことを感じます。すごく感じるので、しっくり来るアドバイスっていうのばかり、集めない。自分を変える柔軟性を持つっていうね、そこも同じように持たれるといいんじゃないかなと思います。引き寄せが起きにくい人はやっぱ自分っていうもの、価値観とか考え方とか、これまでの経験で得たものとか、それにこだわりすぎるので、ぐっと固まっちゃってるんです。
じゃなくて柔らかくね、そういうものも受け入れる姿勢。とはいえ、波動の低い人のアドバイス受け入れたらダメですよ。自分より波動の低い人のアドバイス受け入れるとそうなりますから、自分が実現したいことがあるならそれを実現している人と会うこと、これはいつもお伝えしていることですが、その実現したいことを実現している人のアドバイスは波動の高いアドバイスなので、その人の波動世界のアドバイスなので、今の自分にはしっくりこないことが多いですが、それを受け入れてみるっていう柔軟性を持つ。ぜひそんなことをね、意識されると引き寄せが起きやすくなってくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で、明日はですね、何をお話しするかまた決めてないので、ただまたね、何かいい情報を届けできたらと思いますので、ぜひ明日もご覧いただければと思います。そして、LINE とメルマガではウィークで毎日メッセージを送りしてます。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そういったメッセージをお送りしてますので、ぜひ、LINE とメルマガも、LINE もしくはメルマガどちらかでいいのでご登録いただければと思います。登録先は概要欄に貼り付けておりますので、概要欄をチェックしていただいてご登録ください。そしてばっかりですね、そして今日のこのお話で感じたこと、気づいたことあれば、ぜひコメント欄にね、書き込んでいただければと思います。また、エベス様シールやパワーシンボルマーク使ってみてよ、起こったいいことね、そういったこともぜひシェアをしてみてください。で、今日のこの話が良かったなと思われる方は、チャンネル登録といいね、高評価ボタンを押していただければと思いますし、お友達で必要としている人がいれば、ぜひお友達にもシェアをしてあげてください。それでは、いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。で、ここからがおまけのお話になりますが、どうでしたかね、今日のお話ね。柔軟性を持つ。僕もね、そういうことをしてます。で、僕は自分を信じるは大前提で大事なんですよね。自分を信じるっていうのは大前提で大事で、今のそのままの自分は、を愛する。今のそのままの自分は価値がある。今のそのままの自分を素晴らしいと思う。そういうことはもう当たり前にやってるんですが、それと同時に、今の自分っていうのは、こうなりたい。これを実現している自分からすると、今の自分では必要なこと、さらにね、必要な目覚めた方がいい素晴らしい部分とか、身につけた方がいい部分とかあるわけじゃないですか。今の自分は素晴らしい、これは大前提として当たり前なんですが、よりいい素晴らしい自分で、より実現したいことを実現している自分からすると、今の自分に必要なプラスアルファっていうのがあるんですよね。だから今の自分を大切にしながら、今の自分ではまだもっともっと必要なことがあるって思ってるんです。だからある意味、自分を信じる半分、自分を疑う半分っていうのを持ってるんです、両方ね。だから、こういうことをやろうと思っても、本当にこれが正しいとか、本当にこれやっていいのかなとか、この考え方でいいのかなっていうものも同時に持ってるんですよ。で、ここに関しては、その自分これでいいのかなっていうことに関しては、実現している人に聞くようにします。で、実現している人に聞いたときに、自分の考え方が違ってた場合、その時には僕は自分の考え方をやめるようにする。で、実現している人のアドバイスに従うようにしてるんですよね。そういう柔軟性を持ってます。ただ、聞く人は大切に、聞く人は取捨選択は必ずした方が良くて、実現していない人の意見っていうのはもうただの意見なので、それはもう、聞きますけど採用はしない。で、実現している人の意見とかアドバイスっていうのは聞くっていうね。その、なんていうのかな、見極めは大事なんですけれども、でも自分の意見をすぐに変える柔軟性は持つようにね、してるんですよね。それこだわってもしょうがないし、こだわるだけの、こだわってたら今の自分が続くだけと思ってるのでね、僕もそういったことは常に意識してますので、ぜひ参考にしていただくとね、いいかなと思います。今日のおまけのお話も以上になります。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。では、失礼します。いつもありがとうございます。